まあもう、まあ、いいか、まあまあいいかやる。は <laughs> い、えー。皆さんこんにちは、えー。クローバー出版取締役の小川谷です、えー。今日は特典の二つ目、えー、人脈の形成についてお話をさせていただきたいと思います。えー、前回の動画で、まあ、その三角形の作り方について、えー、理解を深めていただけたかと思っています。 その三角形を作るという、えー、その中にもですねやはりこの人とつながる人とつながっていくステージを上げていく、えー、付き合う人間が変わっていく、えー、というのは、えー、必ず起きることであります、えー、私自身も、えー、この付き合う人たちがどんどん変わっていくことによって自然に入ってくる情報、えー、そして、えー、ビ,ジビジネスのアイディア、えー、そしてですねその影響力 によって、えー、私自身ができききることが本当に大きくなっててたのを経験していますですので、えー、この特典では、えー、皆さんが人と関わるときにどのように気をつけたらいいのかもしくは、えー、私自身が、えー、その著名人と言われている人や、えー、高い実績を持っている人とどのように仲良くなっていったのかという、えー、中の、まあ、エッセンスを少し、えー、出しながらですね、えー、改めてえて 本にも書いてある個つのポイントと事例などをお話ししていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。まずあの、まあ、早速なんですけども、えー、多くの方が例えば、えー、この著名人の人と仲良くなりたいけどなかなか仲良くなれない、えー、そう思っているうそしてつながることができないまあ理由というのを私なりにちょっと考えたことがあるんですけども。 えっと、一つはですねあのすごい人だ有名人だと思って、えー、その人を見ている時点であのなかなかこのギャップとといいいうののは埋ままらないのかなか思っていますえつまりですねふ、まあ、本当に私なんかはどんな人が相手でも例えば、えー、年商100億円の会社の社長でも、えー、500万部600万部のベストセラー作家であっても普通の人としか私は見えないんですね。 それはなぜかというとえっ、ー、とその人にの影響力を使って何かをしたいという気持ちで、えー、いないからですですから、えー、どんなにすごい相手でも嫌いな人は僕は近寄りません、えー、逆に、えー、どんなに、えー、実績が今なかろうが僕が好きだと思ったら付き合うんですねですからとにかく普通の人として見た時に私は好きな人かえー、もしかしたて、えー、少し好まない人か という判断材料でしかその相手を見ませんですから実績は関係なく見ています多くの人がですねあの何かのパーティーだとか講演会に参加した時によくこの著名人の方にこう多く集まってですね名刺を交換して時々この声が聞こえてくるんですね 私のことを一緒に写真撮るので宣伝してくれませんかとかですねそのような話をしている人を多く目にすることがありますけどもそういう方にとってはお願いをされるもしくは無神経にですねものをですね言われる頼まれるということをかなり多く経験しています日常からおそらくですねフェイスブックのメッセージだとかそのようなものでも心ない発言とかによってですね かなりストレスを感じていることというのもあるようです。ですから、これから九つの要素をもう一度振り返りますけれども、そういういわゆる著名人と言われる人、活躍している人が、まあどういうところをこ考えているのか、大事にしているのかということは少し本の中身を深掘りするという面でここではお話しさせていただきます。はい。それでは、まあ一つ目のですね、まあこの話は。 もうほとんどの方が言っている話なのでさらっと流しますけども、まあ、そのスピードが行動のスピードが速い決断のスピードが速い、まあ、これは早いに越したことはないと思うんですけども、えっと、多くの方が、えー、こう感じていることがあるかもしれません。えー、そのような成功されている人と 一緒にいる時というのはこの行動のスピードの速さというのは必ず求められるしほとんどの成功者の方がかなりです、ね、重視して人を見ているところです。ですすからそれ自体はあっていますただ えー、もしかすると今、まあ、サラリーマンをやっている方とかもしくは主婦をされている方が行動のスピードを速くする決断を速くするということにあまりに集中しすぎたときに逆に、ね、損をしてしてまうう場合というのも中にはあります、えー、もしかすると自己啓発に取り組んだ人の中ではそのような経験をしたことがあるかもしれません。ただです、ね、そのまずは 小さなリスクのものから決断を早くしてみたり、えー、練習をしてほしいということをここでは伝えたいと思っています、えー、私の本を読んでサラリーマンを辞める決意をしましたというメッセージをくれるありがたい言葉もあるんですが大きなリスク背負って決断をスピーディーにするというのはまず小さなリスクの決断を繰り返す例えば、えー コンビニに行った時に2つの弁当で迷った時に前だったら1分間悩んでいたものを5秒で決断するとか数百円のリスクで1回試してみるだん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 そのリスクの度合いを多くしていくことによってあなたは大きいリスクを抱かかえた選択の時にも直感的にどちらが正しいかという力が身につくのでまず小さなリスクでチャレンジしてみていただくことを勧めます。 ですから行動は早くしてもいいですただ決断はリスクの低いものから一旦練習していくことをおすすめしますはいえー、で2番目ですね、まあ、これもまあ当たり前のような話ではございますがあの誠実であることとえっ、ー、と真面目であることっていうのは少しまあニュアンスが違うかなと思っていますええー、誠実であること例えば、えー、よくですねあのかなり経営者の方と接していたときにえー、逆に私が 認められる瞬間というのが相手の顔を見ていると分かるんですがあの私自身は自分自身が抱えている不利なことえもしくは不遇である状況えつまりですね、えーまあ、今実はこのように苦労している段階なんですとかそれを依存的に言うのではなく何かを助けてほしいということではなくて。えー いつもですね、まあ、正直にいると、まあ、素直にいるってことなんですねえ自分自身がこんなにすごい人間だこんなことができるんだよということばかりをえ主張しないで私にはこういうことはできるえこういうものを持っているでも一方実はこういう状況だからえもしかすると今の段階であなたの大きな役に立てる存在ではないかもしれないえただ私はあなたのことが好きだからえ一緒に交流付き合っていきたいと思いますという言い方を結構します。 その時に相手と、えー、今の自分と大きな隔たりがあったとしても、相手は実にですね、すごく親切に私と付き合ってくれることがあります。まあ今もこの撮影の前に、えー、東,東京のミッドタウンであのー、まあ実はこうある成功者の方とあのランチをしていたんですけども、えー、私の会社の経営だとかそれから授業の内容について。 あのまあ、本当にランチなんですけども、まあ、1時間半以上です、ねえー、コンサルティングというかあのたくさんのアドバイスをいただきます、えー、その方は1日で数十万円の,あのコンサルフィーを、えー、取るような、えー、すごい、まあ、著名な方なんですが、えー、そのような人もですねもともと私があなたとは隔たりがあるかもしれないけどあの今僕はこういうことができるもしくは、えー、こういうデメリットも持ってます。 えそれでもあなたと付き合いたいですという姿勢から、えー、ずいぶんです、ね、プライベートの付き合いまでしていただけるようになりましたですから、えー、いいことばかりを言わずに、えー、かそして何かをしてほしい困ってるからしてほしいというスタンスではなくて、えー、誠実に正直にありのままの自分を話すというのは結構大事なことかもしれません、はいえー、3番目、えー、と感謝ということですね、まあ、感謝については 本の中で、えー、かなりページ数を割いてですね、えー、書かせていただいたんですが特に皆さんに感じていただきたいのは本の中でも書いた無形価値への感謝です、えー、多くの人はものをもらった何か金額的に換算できるものをもらったその時というのは非常に分かりやすいので当たり前に、えー、お礼を言います。 そして私に本の読者からメッセージとか来たんですが感謝なんて当たり前にできることを繰り返し言われてもよくピンときませんでしたと言われるんですけどもおそらくその方はですね私にそのメッセージをくれた時点で無形価値ということに対しての感謝がまだそこまでのレベルじゃないんだろうなというふうに感じた記憶があります。例えば何も 自分に声をかけないで自分の成長を見守ってくれているということにどれだけけの人が気づけるかってことこです、えー、本当の意味で自分の成長を考えてくれていた時に今手を差し伸べる、えー、時じゃないという判断をしていること何も起きてないことでもその人がそういうふうに考えてくれていた いるのかもしれないというまあ例えば仮説的な想像であったりその人の気持ちを察してあげるということがどのぐらいの人ができるかということですこの、えー、まあ無形価値というのはもしくは情報であったり、えー、そして技術であったり知識であったりそういったものというのを結構軽んじる人というのが多いように思います えー、例えばですね、今この撮影を、えー、させていただいている私わけなんですが、実は東京の出張が急遽入って、えー、撮影する場所がなくて非常に困ってたんですね。えー、それを、えー、今このスタジオを貸してくださっている、えー、市原さんという方なんですが、えー、そのもう今回初めての、えー、ご利用ですし、あのまあ、初回は、えー、無料で使ってくれていいですよって困っている自分を見て言ってくれるわけです。例えばそういったものも。 金額に換算したらららいいくらってかかりやすいからあのか確実にね感じる人は多いかもしれませんけどもそれだけじゃなく、まあ、ひっそり操作方法がちゃんとできるかなって気を使ってそばにいてくれることとか、まあ、いろんなこの目に見えない無形価値無形の、えー、気づかなきゃいけない 感謝の気持ちというのが多くのところに転がっているでも気づかない人というのは意外に多いと思いますそんなところをですねしっかり受け取って拾ってあげるということをできる人間になりたいなというふうに思いますはいあ。あともう一つ感謝で言えば自分がお金を払っていることに対して感謝をできるかどうかというのも重要なポイントですね 例えば誰かのセミナーに行きました1万円を払いました何かを教えてもらったその時に自分は1万円を払っているからお客様だつまり何を教えてくれるんだではなくてお金を払ってそして教えてもらったことその教えてもらったことを実行したこれ全部自分の決断と自分の行動ではあるんですよただその考え方のおかげで私はこういう結果を出せましたということを そのセミナー講師にフィードバックをする感謝と,とともに、それは本当に大きなあの効果があって、えー、すごくですね、えー、まあ活躍している人と距離を縮める大きなきっかけになることがあります。自分がお金を払っていても感謝ができるか、えー、かなり重要なポイントになると思います。はい。えー、それに伴いまして、えー、まあ大きく成功されている方という方と、えー、接する面において。 多くの人が私から見た時に欠けている部分があるな、まあ、私も決して完璧ではないんですが何かというと時間の尊重状況の尊重背景の尊重お金の尊重と、えー、いうことになります例えばですね「成功されている方と食事に行きました」えー「気前のいい方なのでご馳走してくれるわけです」「1件目ご馳走してくれていやいいんだよ」「2件目ご馳走してくれたいやいやいいんだよ気にするな、えー」でもその時に私は あえて次回こちらからお誘いして前回あ,のあんなにしていただいたので次は私に是非ご馳走させてくださいとでそういうランクの人たちですからねあのそれなりの場所に行ったりもするんですけどもどんなにですねその時の自分にお金がなかったとしても甘えっぱなしには絶対にしないってことです。これはねギブアンドテイクとは違ってその方がお金を使ってくれたっていうふうにあの考える人は多いと思うんですよ。 その方が自分といる時間までで、えー、費やしてるわけですねさらには自分といる時間というのはもしかすると、えー、会社の業務とか、えー、他の約束とかがあっても自分を優先させてくれていたりその背景というのが何が起こっているかっていうのをそこまでですねあの考えてみるってことです。 ですすからそれはももう聞いいいいてみるのと思ま本当はお忙しかったんじゃないんですか今日と聞いてみるのもいいんですけどもそのようなですねその方の言葉には表さない時間だとかお金だとか状況とか背景というものをどれだけ想像してそれを拾ってあげれるかこれがですねフェイスブックのメッセージなんかでも上手にその気持ちを 配慮を伝えてあげることができたらば簡単にですねもうあっという間にそういうレベルの人たちと仲良くなったりすることもできますので是非このこの人は今どういうことにですねどういう忙しいのかなとかもしかしたらセミナーの投稿が2回3回と続いているからセミナーの準備でものすごく疲れているんじゃないかなとか。 え、いろんなことをね、えー、尊重してあげる、そして想像してあげるということが、えー、とても大事じゃないかと思います。はい。えー、あとはまあ五番のバランスというのは、えー、例の三角形と同じようなあのー、感覚で捉えてくれてもいいかなと思っています。えー、もしくは食事ですね。あの甘えっぱなしじゃなくてちゃんとお返しもするとかですね。えー、まあその辺はですね、えー、ちょうど発射経営をされていて二十三年間。 あの連続で黒字を出しているというあの経営塾をされているですね、えー、社長さんと先日あの2日前に、えー、飲みに行くことがありましたで私2件おごってもらったので、えー、3件目は私に出させてくださいということで、えー、お話をしてですね私のほうで、あのーまあ、ご無沙汰させていただいたんですけどもその時にいやお前は、えー、今今日今日の時点でお返しをしてくれたね、えー、でも100人いたら あの俺がいいよいいよって言ってあげたら100人いるとせいぜい後々本当にお返しをしますと言葉では言いながら本当にお礼やお返しが来るレートに100人いたら1人から2人だというふうにですねちょっと酔っ払いながらその方は言っていましたですからそこにおいてもお返しをするスピード感謝を伝えるその日のうちに伝えてあげるってことができるわけですでも、ね、大体活躍している人というのは 気遣いにあふれる人が多いので私が出しますのでって言った3件目はですね逆にに安いお店に行ってくれるんですよそのぐらい気を使ってくれる人たちですからあのこちらに負担をかけないという気遣いも相手もできるレベルなんですだからこそこちらは相手がどこまで配慮をしてくれているのか気付ける人間になっていきたい拾ってあげる人間になっていきたいそんなふうに思います、えー、そしてですね6番目は え、私、この9つの中でもえかなり重要視しているところではあります。あの距離感がですね。あの、なかなかえつかめない人というのはすごく多いのかなと思っています。例えば。えー、あなたの本を読みました。あ、是非 facebook で友人になっていただけませんか？というぐらいの文章ならまだギリギリセーフだとは思うんですが。 え本読ませていただきました、えー、超あの顔文字で「えー、友達になってください」とかですねあのやっぱりまずは正式な文章、えー、ちゃんとした文章をですね一回あの出してそこから何度かのやり取りがある中で徐々に顔文字をつけていくとか、えー、そして親しみのある言葉慣れ慣らしいと親しみは違います。親ししみのある言葉に変えててていってそして、えー、かなり 人間関係ができているなと感じた時点で、えー、絵文字とかはですね、スタンプとかは使っていくことの方がいいと思います。特にあの、なんでしょうね、こういいね、フェイスブックのあのいいねのボタンですね、えー。あれは顔を合わせてない段階で、えー、しかもですね。まあ、それなりには、あの時間が切迫している中で、長い文章をご返信させたものに対して。 えー、いいねボタン1個で返ってきて終わりとかになるとあやっぱりこの方とはちょっと長い付き合いはできないだろうなっていう印象を持つことがあります、えー、ですからまずは初対面は初対面の距離感フェイスブックだけで、えー、とかメッセージだけで、えー、まだ対面してないんであればそれは対面していない距離感というのがあります、えー、正式な、えー、文章は少し固めでもいいぐらいです、えー、そして、えー、親しみのある文章なれなれしいではない 親しみのある文章そして対面して本当に仲良くなったら初めてスタンプとかですねそういったものは使っていけばいいのかなと思っています、はいえー、あとはあのお願いの距離感ですね、えー、もう1発目からあの何々してほしいとか何か人を紹介してほしい、えー、悩みがあるので相談を受けてほしい、えー、という相談を Facebook のメッセージでしかも5行ぐらいで、えー、書いてくる人もいます。 ええ、私もあの、初めて会う方に、基本的に、あの、まあ、お願いというのはあまりしないようにはしているんですけども。結構、この、入りをなく、お願いをしてくる人というのは、かなり多いように思います。ええ、不用意なお願いには、あの、気をつけなければいけないと思います。ええ、距離感について、お話しさせていただきました。ええ、あと、七番の、まあ、利他というのは。 え昨日の三角形の話の中に、えー、大きくあの入っている話なのかなと思います。えただ先に与えるただこの先に与えるというのはあの自己犠牲をしろということでは決してないので、あの,の先に与えるという姿勢は大事なんですけれども、そこで見返りを大きく求める気持ちがあるならやらない方がいいです。そこはあの私の本に書いてあるあの自分の価値に気づいていただければえ無償で人に。 本当にです、ね、その人によくなってほしいという気持ちで与えることができるはずですので、えー、本当にその自己犠牲の気持ちがないそういう精神状態でリタ,リタの行行動を、えー、行ってほしいいなと思いますさあ、えー、8番目のビジョンなんですけどもこれがですねあの結構、あのー、多くの方にこうご協力をいただけるきっかけになることがあります。 例えば初めて会った人に、えー「自分は今こういうことをやってます」「でも自分の力はまだまだこの程度です」「それでもこういう人たちのために僕はこういうことができると思っているんだ」「でもまだ足りないところがいくつかあるんですよ」「ここに向かって一生懸命僕は頑張ってるんです」力強く熱く語ることによって、えー、そ,のそれを聞いた人たちこれがですね 本当にあのうまくいっている人ほどこういうい気持ちに共感ししてて力を貸してくれるんですねですからどうしてこの人が僕のために力を貸してくれるんだろうと驚くことが結構ありますけどもこのビジョンを熱烈に語る本気で語るというのはかなり重要なことだと思っています。ですのであなたが今私の本を読んで誰の何のために」 役立つ存在なのか、自分の価値というのはどどこにあるのかを見つけたときには、その救ってあげたい誰か一人、えー、でも二人でも百人でもいいです、地域でも国でもいいです、えー、そのビジョンを本気で語る、照れもなく本気で語ること、えー、それを忘れないでいただきたいなと思っています。えー、最後にですね、まあもしかしたらこれは一番初めに語る方が良かったのかなと思いますが、えー、昨日もお話しました。 とにかく人に会ったときにえ何をすれば役に立てるのか喜んでくれるのか困っているのかえそういったことを聞きましょうという話をしました人を知るというのはただ顔を覚えるとか名前を覚えるとかえ何の職業をしているのか覚えるよくそういうことをですねあの一般的には言われていますでもえ顔を覚える名前を覚える本当に当たり前のことだと思うんですよえただそれ以上に その方が何で困っているのか何でを喜ぶのかということまで掘り下げてしっかりその方を見てあげることそれが本当に知ることだと私は思っていますですから人脈とかっていう言言葉葉はははは本当は私自身はあまり好きででなないいんですね、えー、人というのは本当にこの成功しているも普通でも何でもあの言葉の表現としてはあるかもしれないんですが、えー、みんなね結局普通の人間なんです言ってみれば。 その中で区別もないしなんですけども何があるかというと自分とエネルギー値が同じ人自分のエネルギー値を高めていった時に自然とそういう人たちが集まった時にたまたまみんな成功してるんですよ。ですから成功という言葉も大きく分かれます。お金ばかりを 追いいいかけている成功者もいます自分のネガティブな体験からそれをひっくり返したようにお金を追い求めて高級車を買ったり高いマンションに住んだりそれを誇示するような成功者という方もいます。でも一方はどんなに活躍されていても素の自分は全く変わらずに人に本気で何かををしてててあげたいといいいとう情熱を持って生きている成功者もいます、えー、今回私の本を手に取ってくれた方というのはきっとこの後者の方。 何か今自分自身の中には例えば傷を持っていたり何か状況が不遇であったりしてこれから伸びていきたい頑張っていきたい復活を遂げたいいろんな思いを持ってまだ前に進めていない人もいるのかもしれません。でもあなたが目指してほしいところは本当に自分の価値に気づいてそして自分が誰の何の役に立つ存在なのかにを深く理解して。 えー、そして、えー、私が、えー、今日お話ししたような、えー、形でたくさんの人とつながるあのこの9つの要素をが逆にできている人であれば今活躍してなくてもその人は大きく飛躍する可能性もありますですから今活躍している人を狙って、えー、親しくなるとかということではなくて周りにいる人の中からこれができている人を探してほしいってことなんですね。えー、お金は持っていてもこれができていない人は多くいます。 ですから、えー、これをしっかり深く理解していただいて自分の周りからまず、えー、同じこれをできている人、えー、自分とエネルギー値が一緒の人を、えー、探して、えー、あなたの人生をどん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 ステージを変えていっていただきたいなと思います。えー、それれででは2本目の特典、えー、これで終了いいたたししまますありがとうございました